液体窒素をここからここに入れるんですよ。でここに刺すための棒に管をつけます。感じかな。それで入り口と出口に区別はないんだけど、入れるときはどっちか必ず開放しておく必要があって、開けます。でチューブを刺します。でここはウィルソンシールって言って、オーリングで中にオーリングが仕込んであるので閉めると固定されるんですよ。固定されて動かなくなる。でこの状態で液体窒素を入れていきます。で液体窒素は、ここが開放弁で、ここを閉めると中がだんだん加圧されてくるのね。でこの状態で、こっち側を開けると、液体がここから出てくるようになります。でこっち側、このバルブが無理やり加圧させる加圧弁で、ここを開けて加圧することによって容器全体が加圧されて液体が入ってくると。あとはここでそのガス圧を見ながら、内圧か、容器の内圧を見ながら、この辺のバルブで圧力調整していきます。これぐらいがいいのかな。まあ適度な量で様子見ながら、適量の圧力で液体を入れていく。全開になってるかな。これ閉めたら加圧ですか。開けたら加圧。ちょっと漏れてるね。あ、で液体が溢れるまで継ぎ足してくださいってことなんで待ちましょう。これ窒素の量とかは見れない。見れない。まあ1週間に1回ぐらい、ここのガス圧が、内圧気をつけてね、あんまり上がりすぎないように。手袋とかって用意しなくてもいいんですか。まあ初心者は手袋を用意した方がいいですね。抜くときにね、ちょっと嫌だよね。溢れてるかな。また止まっちゃったかな。溢れたね、やっぱりね。なんかちょっと心もとないな。もっとバーっていくもんなんだけどね。
結構上がってるんじゃない？出てる？結構上がってるって、うん、じゃあこれで止めますか、うん、止めるときはここのバルブを開けてここを閉める。で、この辺が凍っているのでドライヤーで温めます。線刺して危ないか。で、このパイプを外して完了ですね。で、これはなんか廊下に無造作に置いてあったので、探し出して使ってください。じゃあ以上ですね。